新型コロナウイルス感染症による副作用で、持続勃起症を引き起こす可能性があるという初めての報告が出た。持続勃起症は、男性の陰形が刺激なしでも4時間以上の勃起状態が持続されることを言い、痛みとともに溜まった血がエ死することで、応急処置が必要な疾病だ。デイリーメールオンライン版によると1日、62歳のフランス人男性が、新型コロナウイルス感染により、 病院で治療を受けている間、勃起が持続する中、痛みを伴う状態を経験した。男性の持続勃起症は、新型コロナウイルスによって生成された血栓が、陰形内の血管を塞いでいたことが原因だった。新型コロナウイルス感染患者の3分の1が、血栓症であることがわかっている。行知が動脈や静脈を塞ぐと、 命的な心臓発作と脳卒中を引き起こす可能性がある男性患者を治療したフランスベルサイユ中央病院の医療スタッフはアメリカ王宮医学会学会誌にこの患者の持続勃起症の事例を掲載した。